おはようございます。3月11日7時3分相場解説デイリーの方を見てみます。綺麗に窓埋めしましたね。ここをね、窓埋めやっぱするんですよね。私迷信だと思うんで、窓が開いたら必ず埋まるっていう風に考えたくはないんですけども、でもやっぱりいつも窓埋めを意識すると窓が埋まって、そこで取れているっていうこともありますからね、でデイリーね、こういう風にずっと右肩上がりで来たんですけども、繰り返しになりますけど、こことんがり帽子で、あと日経平均とかもありましてね、円高がぐーっと進むところにも後押しされて大きく下がってきたかなと、でその分やっぱり買い支えといいますかね、やっぱり無限に売られるってことではないんですよ。大きなヒゲを出して、陽線もヒゲが出てますよね。で窓を埋めてまた別のフェーズに入ったということです。ですから101円から103円のフェーズで、推移するんではないかなっていうのは、これ終わりです。あの窓を埋めたんで、今度はねまた104円から106円の間、この辺で、うろうろするんではないかなと思いますよね。割と急速に円高になったところが、割と柔らかくなって先週の水準に戻ったなというところですね。ですんでちょっとデイリーを見てこういうふうに考えてもらいたいんですけども、ここのとんがり山がありましたよね。これと、同じとは言わないんですけども、似たような感じで極端に上下に触れたところが瞬間的にあったかなというところですね。言ってもね、この辺の推移もそれまでの経過と比べると随分ほらかけ離れてはいるんですよ。でも徐々に徐々に落ち着いてくるんではないかなと思います。どこら辺が落ち着くレンジなのかはね、なんとも言えないですよね。やっぱドル円って、なんか70円台だった時もあるわけですからね。かと思ったら、120円、130円で解説した時もあったし。やっぱね、相場解説の4年目に入ると、いろんな場面を思い出しますんで、どこが適正っていうのは考えにくいですよね。急速に円高になったり、急速に円安になると、混乱と動揺を生じますけども、基本的には、ドル高でもね、円高でも、どこでもいいわけなんですよ。緩やかに進めば、社会は対応できますからね。今回みたいな、世界的騒動の中では、結構混乱が起きるのもしょうがないですよね。で、これ4時間ですけども、4時間、ぐーっと、売りのトレンドが、ここで収まったかなっていうのが、移動平均線で、確認することができます。で、ここからね、もしかしたらですけども、ちょっとしたシナリオとしてはね、N を書くように段階的に上がっていくのかなって気はしますけども、ちょっとこれだけね、激しい動きの後は、しばらく様子を見ないと何とも言えません。すいません。で、1時間ですね。1時間ね。窓を埋めて。一旦、昨日は、この、売りでね、もう一回取るチャンスがあったんですけども、寝てる間に、もう一回窓を埋めに行きましたね。ということは、ここがね、ほら、これですよ。ここが抵抗体になって、105円の、500を抵抗体にして、そっから下はちょっと硬くなったのかなっていうふうに私は見るんですけどもね。で、それが本当に正しければ、ここ N を書くように、徐々に上昇に向かっていくんではないかなっていうふうに考えます。で、次の抵抗体は、おそらく、ここら辺かなと思いますんで、107円台に進むのかなっていうふうに軽く考えてますね。あとは本当にその通りになるか、今日と明日の午前中をしっかり見ていって、それから、相場の仮説ですか。どこら辺でエントリーポイントを見出すかってことを考えていこうかと思います。こういうふうに考えていって、今日と明日の午前中でそうならなかったら、また別の仮説を立てていこうかと思います。皆さんもね、そういうふうにしていってください。一度立てた仮説って壊れることがあるってことなんですよ。だから違うなと思ったらまた別の仮説をね、どんどん立てていって、その次にエントリーポイントを探すっていう、そういうふうな順番にしてみてくださいね。やっぱりね、エントリーすればもう資金が入るわけですから、心理的な圧力っていうのも変わってきます。本当にね、金額じゃなくて変わってきますからね。10円ベットされてる方もいると思いますけども、結構ね、10円ベットでマイナス200円とかになったら、ものすごい胸に圧力かかるでしょ。200円程度でも。やっぱその感覚、まともなんですよ。エントリーする金額が、1000円とか2000円とか1万円がへっちゃらになると、
もうこれはですね、おかしい感覚とは言いませんけども、それは大失敗するか、プロのトレーダーになった感覚か、どちらかですね。で、本日は以上です。